気分はどうだい? なくなっちゃった。心配いらない。居場所ならここにあるよ。僕が君の居場所になる。 同情じゃない。君が好きなんだ。僕はずっと君を拒み続けていた。君はアルキアの軍人だ。だから不安だった。妹の死因にアルキアが関わっているとしたら、僕は君のことまで憎んでしまうかもしれない。 自分の心の弱さに怯えていたんだ。だから君を受け入れることができなかった。受け入れまいと自分を偽り続けてきた。なのに君はこんな僕をいつでも命がけで思ってくれていたんだね。すまなかった。今までずっと辛い思いをさせて。 こんな僕を今でも好きだと言ってくれるか。大好き。先生のこと大好きです。ありがとう、リッカ。大好きだよ。先生、リッカさんは、って、あれ、気がついたのか。みんな、リッカさん、どうだ、調子は。 気絶してて何がそんなに嬉しかったの？何言ってん？先生からの、リッカ！リッカ！すごい！リッカさん、先生と結婚するの？うん、結婚しようって大好きだって言ってくれたの。 素敵です。いやー、ロマンチックだ。頂展開。へえ、先生もなかなかやるじゃん。違う、いや、僕はだね。いいじゃん、いいじゃん、照れなくても。そうよ、おめでたい。そうですとも。先生、リッカさん、おめでとうございます。 お幸せに。ああ、ありがとう。リッカさん、すごく嬉しそうでしたね。ずっと好きだった人にプロポーズしてもらえたんだ。当然だよ。 まあ、あれだけはしゃいでいられるなら体の方は心配いらないだろう。照れてる。フィンネル、まったく君はそういうことを。まめにお見舞いしてやれよ。なんせフィアンセなんだから。アオト君、お見舞いといえば師匠のことが心配だよ。ああ、そうだ、 アルキアの診療所に連れてったんだっけ。ダーリン、無事でいるだか、途中で襲われたりしてねえだか。カテナに限って心配ないとは思うが、ゲンガイさんのことも気になるし、クラスタニアへ行く前に一度診療所に寄ろう。本当だか。よし、そんじゃ早速行こうぜ。